こんばんは、藤本博史です。前回のラジオ動画、第219回目の動画にいただいたコメントを読んでいきたいと思います。みくみくさん、いつもありがとうございます。こんばんはです。映画公開までいよいよ1ヶ月を切りましたね。そして映画公開日翌週の日曜日には横浜でプリキュアパレードが開催するということで、9月めちゃくちゃ忙しそうですね。自分はどちらも当日参加する予定ということで、スケジュールもバッチリ入れておきました。ある意味今年1、2を争うメインイベントといっても、いいものなので、今からすごく楽しみで、ただただ当日が待ちきれないです。プリキュアパレード、天気だけどうにかとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、ね。いよいよ公開が迫ってまいりました。プリキュアオールスターズ F なんですけども、先週日曜日なんかにはですね、新情報というか新予告も解禁されましてですね、めちゃくちゃ楽しみだなという感じなんですけども、それに加えて今年、プリキュアイベント多すぎ問題というものが、まあ嬉しい悲鳴ではあるんですけど、もう20周年ということで、もうプリキュア公式が本気を出しすぎている感じがして、いや、本当にでも嬉しい悲鳴ですよね。それこそ自分なんかは、田舎の人間なので、なかなかこう、都内とか、結構東京方面でやってる、関東方面でやってるイベントっていうのは、なかなかちょっと参加が難しいところではあるんですけど、それこそ横浜でやるね、プリキュアパレードっていうのもすごいですし、あと来年の1月ですよね、プリキュアライブ。全シリーズのプリキュア声優さんが、まあ、全員ではないけど、全シリーズからプリキュア声優さんがもう、いっぱい来るっていうイベントが、もう来年1月に開催されると。で、歌手の方ももう勢揃いっていうレベルで来ると。もうとんでもないイベントが、もう目白押しになってるわけなんですよね。なんか本当に、自分前回、前々回と、なんかこう、プリキュアっていうのはあくまで子供のためにあるものであって、大人のファンである我々はね、やっぱり一歩引いて、どこか自分っていう存在を隠すように生きていかないといけないなっていう、まあ、結構、暴論、持論をね、展開したわけなんですけど、なんかこういうイベント展開を見ると、もちろんメインターゲットは子供ではあるけど、大人のためのというか、大人のファンに向けたイベントもたくさんやってるなっていうのも、まあもちろん、プリキュアイベントっていうのは子供が参加したら子供たちが楽しむようにそれを最優先に考えるべきだけど、歴代プリキュアの声優さんが登場とかそういうのを考えるとやっぱり大人のファンに向けてるんだろうなっていうのも多少感じるので、なんかそういうイベントがこう大々的に開かれるっていうのは、まあ一大人のファンとしてすごく嬉しい気持ちになりますね。1月のイベント出たいってか行きたいな。いやー、どうだろうな。ちょっと行きたいけど、なんとも言えないところなんだよな。うん。まあ、最悪、配信とかあればいいなって思うけど、いやでもなさそうだな。なんとなく、個人的な予想だけど。まあでも最悪、円盤でなんとか。っていう感じかな。いや、20周年本当に楽しいですね。本当にいろんなイベントがあって、本当に一ファンとして楽しい限りです。公式さんにはなんか本当にもう感謝してもしきれない感じですね。うん。パレードもね、どんな感じになるのか。自分は多分行けないんだけど、当日のね、なんかこう写真とかツイッターなりに上がってくるのを見るのがすごく楽しみですね。うん。ということで、いや、20周年本当に楽しいなということで、みくみくさんありがとうございました。ということで、今回も始めていきましょう。第220回目のラジオ動画ですね。始めていきましょう。改めまして、藤本博史です。このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。プリキュアっていう番組はそもそも小さな女の子、男の子のために本来あるべき番組なんですけども、それにハマってしまった大人、通称大きなお友達と呼ばれる存在の我々はですね、なかなか肩身が狭いというのが現状でございます。まあ当たり前なんですけどね。なのでそんなせめて大きなお友達界隈に向けてこのラジオ動画作っております。皆さんからの意見を募りまして、それを自分が紹介していく、また自分自身、藤本博史の意見もたくさん喋っていく、そんな感じのラジオ動画になっております。ということで、ありがたいことで、今回で220回目ということで、本当にね、毎度のように言うけど、よう続いてるだって思いますよ。自分そんなにこう、一つのことを長続きするタイプではあんまりないと思っているので、このチャンネルしかり、このラジオ動画しかり、なんか本当に続いてるのは、本当にこう、見てくれてる方がいるおかげだなと本当に思うので、ありがとうございますという感じですね。ということで、前回のラジオ動画のコメント欄にいただいたコメントの続き読んでいきたいと思います。すべては紹介できないんですが、一部抜粋して読んでいきたいと思います。はるさん、ありがとうございます。藤本さんこんばんは。毎週動画投稿お疲れ様です。オールスターズ F の公開がいよいよ秒読み段階に入りましたね。公開が発表されてからずっとオールスターズ F の情報や、旧 Twitter 時代からのファンの皆さんの反応を見てきましたが、こんなに周りに期待され、望まれた映画ってなかなかないのではないのかなと思います。自分ももうすぐ映画館でこの作品を見れるんだという喜びでいっぱいです。キュア・シュプリムの声優さんもついに発表になりましたね。坂本真綾さんという大物を持ってきたなという、印象です。オーディションで決まったのかオファーなのかはわかりませんが、スタッフの気合が伺えます。一方で未だにヒロプリ単独映画の未練が捨てきれない自分がいます。どんなお話になっていたのか絶対名作になっていただろうなという心残りが尽きないのも事実です。多分それはもう叶わない望みなので、オールスターズ F に集中するべきなのでしょうが、でも OVA とか何かでそういうのやってくれないかなとどうしても思ってしまいます。藤本さんはヒロプリ単独映画見てみたいと思われますか？お聞きできたら嬉しいです。これからも応援していますとコメントいただきました。ありがとうございます。本当にね、ご丁寧な文章を痛み入りますという感じなんですけども、はい、そうなんですよ。オールスターズ F の情報が解禁されましてというか、まあ、追加情報が公開されましてですね、キュア・シュプリーム、まあ、映画限定プリキュアですね、まあ、キュア・エコーに続いて映画限定プリキュアは2人目なんですかね。そんなことないか。いや、そんなことあるか。なんかこう、そこら辺定義が難しいんだけど。まあ、キュア・シュプリームっていうね、プリキュアが出てくるわけですよ。で、主題歌じゃないや。その声優さんが、もう坂本真綾さんということで、もうドレジェンドもうドレジェンドの声優さんここで持ってきたかという感じですよね。本当に満を持してっていう感じはしますよ。本当に声優そこまで詳しくない自分でもめちゃくちゃすげえって思いましたもん。坂本真綾さん、まあ有名なので言うと自分が好きな作品だと化け物語のね、忍野しのぶとかいますけど、あと、カードキャプターさくらのね、楽曲とか歌ってますよね。歌手としてもすごく有名な方ですけど、まあ、すごく、透き通ったというか、すごくこう、綺麗な声が特徴なんですけども、もうその坂本真綾さんが、キュア・シュプリームということで、もうこれはもう注目度爆上がり、プリキュア興味ない人でも、まあ、映画館来てくれるんじゃないのかななんて思ったりもしますけど、本当になんか嬉しいなと思いますね。オールスターズ F 楽しみだなという感じですね。オーディション、いや、ちょっとオファーな気がしないでもない。いや、でもオーディションかな。プリキュアって基本オーディションって聞くけど、でも映画に関してはなんか違う気がするな。どうだろうな。なんとも言えないとこだけど。いや、でもオールスターズ F、がぜん楽しみになってきましたね。本当にね、追加予告を見た感じ、もう作画とかも正直もう、多分、もう、大友大満足レベル、下手したらもうそれ以上の作画になる感じがするので、予告を見る感じ。まあ、板岡錦さんがね、作画監督をされるっていうことで、もうそれはもう心配なんてする必要もないし、監督が田中裕太監督っていうのももう、このもう最強タッグが、もう、来るっていうのも、激アツだし、まあ、脚本家っていうか、もう本当にもう、スタッフ全員がもう、大きなお友達が考えた、僕が考えた最強のプリキュア映画みたいな布陣がもう今、現実になろうとしてるので、いや、本当に楽しみだなという感じなんですけど、まあ、このハルさんのコメントにもある通り、単独映画っていうのがおそらく見れないであろうというね、未練があるというのも非常に自分はよくわかりますね。過去のラジオ動画で自分は何回も言ってる話なんですけど、まあ、まず前提としてプリキュアの映画っていうのは、オールスター映画っていうものと単独映画っていうものがあるんですね。まあ、造語ですけど、単独映画っていうのは。まあ、その年に放映されているとか放送されているシリーズのメンバーだけが出てくる、まあ、単独映画っていうものと過去作のプリキュアたちも出てくるよっていうオールスター映画ですね。まあ、オールスター映画はね、いろんなキャラクターが出てきて、ワイワイ楽しい、いろんな家系が出てきてね、まあ、こう、ユニバースな展開になって非常に楽しいなという感じなんだけど、やっぱたくさん出てくるということは一人一人のキャラクターへの深掘りがなかなかされないということで、そういう意味では単独映画っていうのはその一つの作品への思い入れがすごくより濃くなるっていう、こうね、どっちともこういいところ悪いところがあるっていう何とも言えない部分があるんですけど、まあもともとコロナがね流行る前はプリキュアってね2本プリキュア映画やってたんですよね。春3月にオールスター映画をやって、で秋に単独映画をやるっていう、まあお決まりがあったんですけど、コロナが起きてからはまあ秋映画だけという感じが今もう普通になってしまったので、なかなかねオールスター映画を撮るか単独映画を撮るかという感じで、今こうファンたちはねどうなるんだっていうのをちょっと毎年ドキドキしてる状態ではあるんですけど、まあ今年はまあ20周年ということもあり、オールスター映画ということで、まあ単独映画ね見たかったっていうのは自分もまあありますね。正直オールスターは楽しみだけど、やっぱり自分は単独映画が結構好きなので、それこそまあオールスターっていう単語が生まれる前ですけど、スプラッシュスターの単独映画なんかは自分今でも本当に大好きだし、あとはやっぱり単独映画で言えばハピネスチャージプリキュアの映画とか、あとは魔法使いプリキュアかの単独映画とかは本当に名作揃いで、あとハートキャッチプリキュアもそうですね。本当にやっぱり一つの作品、一つのシリーズのキャラクター3人4人5人ぐらいの少ない人数に絞ってるからこそ、やっぱりより深い物語が作れるので、そこら辺が見たいっていう方はどうなるんだろうっていうところはあるんだけど、たださっきも言った通り、今回のオールスターズ F の制作陣の布陣ですよね。本当にもう最強の布陣で来てるので、ハグッとプリキュアの年にやったオールスターズメモリーズっていう映画はオールスター映画ではあるんだけど、でもハグッとプリキュアの、主人公花ちゃんっていう個人への深掘りが結構されていた作品でもあったので、オールスター F もそんな感じになってくれるのかなとか思ったりして、自分は単独映画なくなって、おそらく確定でなくなってしまったんだろうなっていう悲壮感というか残念だなっていう気持ちはあるけど、でもやっぱり今このオールスターズ F を作ってるスタッフの布陣を見ると、いや心配する必要はないんじゃないのかなって自分は思いますね。まあ単独映画見たくないかと言われれば嘘になるけどねまあそこら辺はやっぱり20周年っていうね、このタイミングのシリーズ、ひろまるスカイプリキュアっていうところの結構宿命というか定めだと思うので、そこら辺は自分はもう割り切っちゃってる部分があったりしますかね。まあ何にせよ楽しみですけどね、オールスターズ F を見て、こういろいろ感想とかを言い合うのも楽しいのかなと思っております。いや、楽しみですね。どんな感じになるのか、非常に楽しみでございます。はい、ということで。いや、マジで楽しみだな。はい、ということで、ハルスさんありがとうございました。ということで、次のコメント読んでいきたいと思います。これなんて読むんだ、すいません。はじめましてのコメントだと思うんですけど、すいません。お名前の読み方がわからないので、ちょっと今検索させていただきますね。ですね。ゲームの名前なのかな、天来変幻さんですかね。ありがとうございます。自分は大友は蔑まれて当然という考えには、差別助長の観点から反対ですが、同時に公式が大友にすり寄ることもあってほしくないと思います。大友のために作られたプリキュアはもはやプリキュアではありませんというコメントいただきましてありがとうございます。はい、これは前回、前々回ね、オープニングでもちょっと話しましたけど、まあ最近ね、いろいろありますよ。20周年ってことでいろいろ盛り上がっている反面ですね、その裏でプリキュアっていう大きな作品を、ある意味利用して、悪いことをやってる大人がちらほらいるわけですよ。で、そういうことに対して自分は、大きなお友達っていうのは、プリキュアっていうのは子供のためにあるべきなんだから、我々大きなお友達はもう影でこそこそ誰にもバレないように楽しむべき、蔑まれて叱るべきだということを、とんでもない持論を言ったわけなんだけど、それについてのコメントですね。うん。まあ、そうなんだよ。自分この持論は結構何言われてもなかなかブレないというか、考えは今でも変わってないんだけど、でもやっぱり自分がこういうことをもう蔑まれて叱るべしって言ってるのはちょっと言い過ぎだなとは、言い過ぎというか良くないなっていうことも分かってるんですよ。だってさっきも言った通り、ライブね、声優さんがもう一堂に会するライブが開催されるっていうようなもうことが起きてるっていうのは、やっぱり公式側も大人のファンっていうのをちゃんとこう受け入れてくれてる体制は持ってるし、そこに対して自分がこういうことを言うのはある意味ちょっとね、揚げ足取りみたいな感じになっちゃうんじゃないかっていうのが、揚げ足取りっていうかちょっとね、迷惑になっちゃうんじゃないかっていう部分もあるんだけど、やっぱりでもそこは自分はでもって思うところがあるんだよな。でも前回前々回も言ってる話なんですけど、自分のこのなんかこう自分がこの思ってることは賛同しなくていいです。あ、そういうファンもいるんだな、でも自分はこうプリキュアを楽しんでいくぞのスタンスで全然いいんですよ。やっぱりこの読み方がわからない、なんだっけ、天雷変幻さん、すいません、読み方ごめんなさいなんですけど、天雷変幻さんもおっしゃってる通りなんですけど、やっぱり大友のために作られた作品ではないので、プリキュアってやっぱそこを大前提に置いて、一人一人がじゃあ私はこういう楽しみ方をしよう、じゃあ僕はこういう楽しみ方をしようってそれぞれがちゃんと考えて楽しんだら、それが正解だと思うので、でその結果ね、誰かに迷惑かけちゃいけないけどね。だからね、まあ最近いろいろあるじゃないですか。なんかこうね、最近もありましたよ。なんかまああれは誰の大きなお友達がなんかやらかしたっていう話ではなかったけど、詳しくは言わないけど、キュアウィング関連でなんかありましたけど、あれとかもあるし、まああれは大きなお友達がどうこうできる問題ではないけど、こう20周年っていうことでいろいろ盛り上がってるからこそ、やっぱりいろんなものが浮き彫りになってきて、そういうのを見てやっぱ我々大人は今一度自分がどう楽しむべきかっていうのはやっぱりちょっと考えた方がいいんだろうなって思うんですよね。でやっぱり自分は、自分個人としてはやっぱりじゃあ自分はこう表立ったことはせず、目立たずこそこそプリキュアを楽しもうって思うんですよね。まあ動画上げてる時点でこそこそじゃねえじゃんっていう感じはするんだけど、でも自分この YouTube で動画を上げるっていうのは Twitter とかそういったものでオープンに情報というか感想なり自分の思いを伝えるよりは、クローズな空間、閉鎖された空間だと自分は思ってるので、自分が思ってることは YouTube のこういうこういうね、特に限られた人しか聞かないラジオ動画でいいよっていうことにしてるので、まあそこら辺の線引きは皆さんしていただければいいのかなって思ったりします。うん。まあそれぞれがそれぞれの正解を見つけてほしいなっていう感じですね。なんか偉そうなこと言って申し訳ないんですけど。はい、という感じですね。もう前回、前々回、今回とね、何回も同じこと言ってるけど、やっぱりでもこう、これがいいっていう正解が見つからないから、やっぱりそれぞれがそれぞれで考えるべきなのかなって思います。はい、という感じですね。ということで、天雷変幻さんありがとうございました。はい。ということで、時間的に最後のコメントにしたいと思います。いわりさん、ありがとうございます。はじめましてのコメントですね。ありがとうございます。藤野さんこんばんは。普段コメントをしていませんが、個人的に嬉しかったことがあったのでコメントさせていただきます。先日、プリキュアウエハースにキュアブライト、キュアウィンディ、桐生みちる、桐生カオルがラインナップされていたことが、プリキュア、食玩公式から発表されましたね。何を隠そう、私は、このラジオ動画の51回目、スプラッシュスターの敵幹部とかいう個性の塊というものを見かけて、ラジオ動画第1回から猛スピードで、打開をしたスプラッシュスター採用してオタクです。特に私は、ブライライトウィンディ派であり、スプラッシュスター箱推しなので、今回のウエハースは20周年関連で一番嬉しかったです。マニアックな情報なので語らせていただきたいんですけど、個人的にミチルとカオルのテーマというサウンドトラックに収録されている BGM が大好きです。本編では一度も使われなかった曲ですが、タイトルと曲の雰囲気から伝わるミチルとカオルが仲間になった4人と4匹のスプラッシュスター2機を想像してしまいます。細部まで作り込まれている作品だからこそ、曲を聴くたびに恋しいエモい気分になります。スプラッシュスターが好きな藤本さんにぜひ聴いていただきたいです。長文失礼しましたとコメントいただきました。エモい気分っていうところでめちゃくちゃ最悪な噛み方してしまったんですけど、申し訳ない。はい。すごく愛あるコメントをいただいたので、これはちゃんと読みたいと思って読ませていただきました。ありがとうございます。噛んじゃったけどね。スプラッシュスターですよ。嬉しいですね。やっぱ20周年っていうことで、もう本当に言葉を選ばずに言うと、スプラッシュスターって不遇だったんだよ。本当に。めっちゃいい作品なのに。本当にいい作品なのに。いい作品なのにさ。やっぱ初代っていうすごく大きな存在があって、で、その後にもう爆発的に人気になったプリキュア5っていう作品があるから、スプラッシュスターっていう作品はめちゃくちゃいい作品なのに、どうしてもね、こう、影がこう薄くなってしまう部分があるんだけど、やっぱこの20周年っていうことで、公式さんが多分ね、こう、きちんと考えてフォーカスしてくださってる感じがありますよね。スプラッシュスターを。本当に嬉しい。なんか特にやっぱり始まりは大人プリキュアの発表だったと思うんですけど、大人プリキュアっていうものが、まあ、プリキュア5の続編やりますよって発表されて、もう続報で、ね、スプラッシュスターの2人が出るとなって、ね、もう、サキとマイが出るってなって、これが本当に嬉しくて、で、それでもう十分かと思っていたら、ブルーレイボックスが出ますよと。で、ウエハースで、ね、もう、本当になんかもう喋りながらにやけてくるんですけど、サキとマイ、まあ、スプラッシュスター2人の、まあ、ウエハースが出ますよってなったのも嬉しいのに、そこにもうプラスして、もうブライト、ウィンディ、そしてミチル・カオルのラインナップがされるよっていうのは、めちゃくちゃ嬉しいですよね。ブライト・ウィンディっていうのは、まあ、知らない方に説明すると、スプラッシュスターっていう作品は、プリキュア2人が、まあ、フォームチェンジできるんですよ。で、そのフォームチェンジすると、プリキュアの名前も変わるんですよね。もう、それがブライトとウィンディっていうんですけど、そのブライトとウィンディっていうのは、なかなかやっぱり公式にも扱いにくいんだろうなっていうので、なかなかね、こう、日の目を浴びなかったものではあるんですよ。それこそやっぱり、まあ昔のオールスターデラックス1、2、3ぐらいだったらブライト、ウィンディの活躍もあったりしたんですけど、なかなかやっぱりね、難しいものがあったんだけど、ここでやっとね、脚光を浴びるのはすごく嬉しいし、それに加えてやっぱミチルとカオルですよね。なんか本当にミチルとカオルもこそ本当に嬉しいですよね。ミチルとカオルっていうのは、まあ、知らない方も少ないと思うけど、知らない方のために説明すると、まあ、スプラッシュスターに出てきた、もともと敵であったんだけど味方になってくれたっていう、まあ、元祖転生プリキュアっていうと、まあ、線引きが難しいんだけど、なんかね、なんかそういうキャラクターがいるわけですよ。自分はこのミチルとカオルが大好きで、何を隠そう、自分今パソコンの前でね、こうやって今ラジオ動画を録音してますけど、ちょっと顔を上げるとね、パソコンの上にちょっとね、飾り棚があるんですけど、そこにね、いろんなフィギュアとか、グッズを飾っている棚があるんですけど、そこにはね、ミチルとカオルの、お手玉があるんですけど、そのぐらい自分はミチルとカオルが好きなので、まあ、フィギュアとかは持てないんですけどね。本当に。そのスプラッシュスター勢が今脚光をまた浴びてるというのはすごく嬉しいですね。ワンチャンオールスターズ F にミチルとカオル出てこないかなとか思ってるけど、さすがに無理だな、多分。声出さなくてもいいから、チラッと出てきてくんねえかな。ちょっと期待してます。はい。で、このね、おすすめしてくださったミチルとカオルのテーマっていうやつですよ。サウンドトラックの BGM。すいません、自分これ初めて聞きました。自分、一応キャラソンは全部聴いてるんですけど、サウンドトラックはすいません、自分全部網羅していなくてですね、ちょっと守備範囲外だったところだったんですけど、今回このコメントをいただいて、みちるとカオルのテーマ、聞きました。ありがたいことに最近はね、プリキュア公式さん、サントラキャラソン全部サブスク解禁してくださってるので、で、自分 YouTube ミュージックっていうものに月額課金してるので、YouTube ミュージックで聞きましたよ、みちるとカオルのテーマ。よかった。めっちゃよかった。なんか、やっぱ、こう、敵時代のみちるとカオルではなく、やっぱりこう、さきとまいの友達になった後のみちるとカオルっていう感じを思わせる曲調で、いいね。いいね。語彙力がなくなってしまう。本当にやっぱり、都市伝説、嘘か誠か分かりませんけど、公式の書質があるかはちょっと不明なんですけど、スプラッシュスターって2年目があったかもしれないっていう話なんですよね。でもその2年目が、まあ結構いろいろな理由があってなくなってしまったっていうことで、まあ後半戦でキュアウィンディ、キュアブライトっていうのが出てきて、もともとみちるとカオルがキュアブライト、キュアウィンディになる予定だった。だけどそれが叶わず、みちるとカオルっていうのは、こう不遇な存在になってしまったっていう、まあ都市伝説ですけどね。本当かどうかわかんない。自分公式の書質をちゃんと確かめたわけじゃないからわかんないけど、そういうのもあって、やっぱみちるとカオルっていう存在をこう思わせる楽曲っていうのがあるのはすごく自分は嬉しくて、もう何十年前の曲だよって感じなんだけど、本当に、今更ですけど、聞いてすごく自分は感動しましたね。本当にこのコメントしていただいたおかげで、みちるとカオルという存在をより一層強く感じることができました。ありがとうございます。いやー、スプラッシュスターいいよね。本当に。いいんだ。見たことない方は、テレビ本編全部見るのはハードル高いよっていう方いると思うので、とりあえず映画でいいと思う、自分は。スプラッシュスターの魅力は映画でわかるって自分思ってるので。まあ、それはちょっと暴論かもしれないけど、スプラッシュスターの映画めっちゃいいから、見てほしいなって思いますね。はい。そう思います。はい。スプラッシュスターいいよね。なんかスプラッシュスターオタクになってしまった。はい。ということで、喋りすぎました。コメント本当にありがとうございます。ということで、いわりさんありがとうございました。はい。ということで、ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。皆さんコメント本当にいつもありがとうございます。すべてはね、紹介できないんですけども、すべて目を通させていただいております。いいなって思ったものはハートマークつけさせていただいております。基本的に自分この YouTube ってコメントにハートマークをつけれるっていう機能があるんですけど、あんまり、ハートマークバカバカつけるのはあんまり好きじゃないなって思うので、特別感がないなって思って好きじゃないんですけど、ラジオ動画に関してはいいなって思ったのは迷わずハートマークつけるようにしてるので、ぜひぜひコメントをしていただければなと思います。はい。ということで、ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。最近のプリキュア事情で言うと、まあ、なんといってもオールスターズ F ですよね。何回も言ってますけど、オールスターズ F がいよいよ公開近くなってきたということで、めっちゃ楽しみ。本当に楽しみ。もう、楽しみ。語彙力がまたなくなってしまうけど、うん。めちゃくちゃ楽しみです。ということで、ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。この動画をですね、毎週木曜日夜8時に投稿してるんですけども、収録録音してるのは3日前の月曜日が多いので、できれば月曜日までにコメント残していただければ収録録音できる確率はアップするのかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、では今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。プリキュア本当に面白いですね。20周年盛り上がっておりますね。ということで、また来週のラジオ動画でお会いしましょう。今回の動画のお相手は藤本博史でした。ではでは。